テリー・ボジオは、アメリカ合衆国のドラマー、フランク・ザッパ、ミッシング・パーソンズのドラマーとして活動したほか、プログレッシブ・ロック、ニュー・ウェーブ、ハード・ロックなど幅広いジャンルで活躍している、ローリング・ストーン氏の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のドラマーにおいて5位。2008年に、日本人女性と結婚し、義娘は、日本のヘビメタル・バンド、アルディウスのドラマーのマリーナ。 カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ、13歳の時、テレビ番組、エドサリバンショーでビートルズを見たことがきっかけで、ドラムに興味を抱く。ドラムのレッスンを受ける傍ら、アマチュアバンドにも所属し、大学時代には、ティンパニなどを習得した、ピート・エスコペド率いる、ラテンロックバンド、アステカにレニー・ホワイトの公認として加入した後、1975年に、フランク・ザッパバンドに加入。 ブラックページを筆頭にテクニカルなドラムプレイを披露。3年間で19枚のアルバムに参加した。ザッパバンドではドラミングしながらリードボーカルを務める曲も多い。ザッパの唯一の来日時にも同行している。1977年にはザッパバンドで共演したブレッカーブラザーズのアルバムヘビメタルビバップに参加。その後、ザッパバンド時代の名優、エディ・ジョブソンが在籍する。 UK にビルブルーフォードの公認として加入し、日本公演にも同行。その後、マーク・アイシャムラとのユニット、グループ87などでのセッションを行う。1980年から1986年にかけて、当時の妻だったデール・ボジを、ザッパ時代の同僚、ウォーレン・ククルロ、パトリック・オハーンらと共に、ミッシング・パーソンズで活動した。また、ジェフ・ベック、ハイド・ザ・ナック、 ビリー・シーンなど様々なアーティストと共演している。1990年から1995年にかけて、テリーはオスティナートをベースにしたドラムソロ曲を開発し、ソロドラムミュージック・アイ、ソロドラムミュージック・ツーを CD としてレコーディングした。その頃、トニー・ハイマス、トニー・コー、ヒューバーンズと共にバンド、ザ・ロンリー・ベアーズを結成して、アルバムを発表している。また、デビット・トーン、 ミック・カーンとポリタウンを結成し、アルバムを発表。1993年には、T.M. スティーブンズ、デビン・タウンゼンドとスティーブ・バイのバンド、バイ名義のアルバム、セックス・レディレジョンに参加した。1995年から2002年にかけて、ボジオは、ソロドラムアーティストとして、アメリカ、オーストラリア、カナダ、ヨーロッパのツアーを行い、2枚のソロ CD、ドローイング・ザ・サークルと、 チェンバーアックスを録音した。2002年には、アレックス・マカ・チェックとダクランと共に、アウトトリオとしてもライブを行っている。1997年、モダンドラマーの殿堂入り。また、トニー・レビンや、スティーブ・スティーブンスと共に、ボジオ・レビン・スティーブンスというユニットを結成し、2枚のアルバムを発表した。2007年には、コーンの正規ドラマー、デイビッド・シルベリアの一時離脱に伴い、 サポートメンバーとしても活動するが、6曲のレコーディングに参加した後に離脱。同年1月17日、ロニー・ジェームス・ディオスラッシュと共に、ハリウッドのギターセンターのロックウォークに殿堂入りした。現在、ハリウッドギターセンターに手形が飾られている。2010年、アラン・ホールズワース、トニー・レビン、パッド・マステロットと共に、西海岸ツアー、ヨーロッパツアーを行う。 2011年には、アレックス・マカチェク、ダグランと、アウトトリオ再結成ライブを、スタジオシティのベイクド・ポテトで行った。また、モトリー・クルーのミック・マーズによる、将来的なソロアルバムに向けて、スタジオに入ってもいる。サウス・パサデナ・エクレクティック・ミュージック・フェストに、マーク・アイシャム、ダグラン、ジェフ・バブコと参加。ボストンとニューヨークでもアウトトリオでライブを行い、カリフォルニア州3のゼで行われた。 ドラムマガジン主催のドラムナイトフェスティバルで鳥を飾る。2012年、キッスのピーター・クリスと共にギターセンターのドラムレジェンド賞を受賞。川崎クラブチッタにてソロパフォーマンスを行い、ジャパンツアー、東京、大阪、名古屋公演の後、リズムドラムマガジン主催のドラムマガジンフェスティバルの鳥を飾った。帰国後、アレックス・アクーニャ。 テリー・ボジオ・パーカッション・デュオ・ライブをベイクド・ポテトで行った。フランクフルト・ジャズ・オポーレ・ドラム・フェスティバルでは、ソロ・パフォーマンスのほか、スティック・メンとライブで共演した。その後、UK ワールドツアーのために、ジョン・ウェットン、エディ・ジョブソンとテリー・ボジオの3人で、33年ぶりにトリオ編成の UK 再結成を果たした。2013年、トム・シェリーとアメリカ中西部、 クリニックツアーを行う。UK にて、クルーズ、マイアミパナマツアーに参加。スイートウォーターギアフェストにてソロ演奏とビリーシーンとのジャムセッションを行う。第2回目のソロによるヨーロッパツアーはソールドアウトとなった。2014年7月15日、初めてのドラムレッスンから50周年を迎えた。1月には約5年ぶりに東京、 六本木 STV139 にてソロ公演を行っている。ロサンゼルスの新法と共にアートスケッチプロジェクトをスタート。6月、ザ・ブレッカー・ブラザーズ・バンド・リユニオンに合流し、アルバム、ヘビメタルビ・バップ発表時のバンドが再結成され、ヨーロッパツアーを行っている。8月14日から10月26日までの2ヶ月半にわたっては、初の全41公演。 北米ソロ公演ツアーを行い成功させた。その後、西日本ソロ公演ツアーを行い、11月26日から28日には、クラブチッタ川崎にて、ブレッカーブラザーズヘビーメタルビーバップバンドリュニオン、ザヘビーメタビーバップツアーインジャパン2014公演を開催し、同時にレコーディングも行った。メンバーは、オリジナルメンバーに当たるテリー・ボジオ、ランディ・ブレッカー、バリー・フィナティ、 ニール・ジェイソンに加えて、亡きマイケル・ブレッカーに代わりあだ、ロバッティが参加した。2015年2月、トム・シェリーと共にクリニックツアーを行う。8月22日には、ハリウッドのカタリーナ・ジャズ・クラブで、ソロパフォーマンス公演。10月から12月、ソロツアーを日本とヨーロッパで行う。この際、初の北海道、秋田、青森公演が開催された。日本のレーベル、 ワードレコーズと契約し、ペリー・ボジオ・コンポーザーシリーズが12月18日にリリースされた。2016年1月4日、6日に東京と大阪のビルボードライブにてソロ公演を行う。1月21日、2月13日放送の BS、富士、伊藤正則のロック TV に、マナ娘のマリーナと親子で出演。同年5月14日、 日本人ミュージシャンを迎え人よ限りのスペシャルライブ、ヒストリー・オブ・テリー・ボジオが品川ステラボールにて開催された。同時に DVD、BS、富士用の撮影も行われた。テリー・ボジオの40年に及ぶ黄金の奇跡を網羅する。このスペシャルライブでは、フランク・ザッパミッシング・パーソンズ、UK、ブレッカー・ブラザーズ、ボジオ・レビン・スティーブンス、ジェフ・ベックなどの歴代の名曲が、 次々と演奏された。またすべてのボーカルをテリー自身が取るという点も見逃せないポイントだった。もちろん4歳ドラムセットによるソロもたっぷりと堪能できる公演となった。この日、テリー・ボジオ本人が認めるオフィシャルドラムテックのミチェル・ウィークハウと枝川、道高校の二人が同じ場所に揃った。同年6月22日、ザ・ブレッカー・ブラザーズバンドリューニョン名義の2枚。 グミ CD、ザ、ヘビメタルビバップツアー14インジャパンがリリースされた。この CD は2014年11月、川崎クラブチッタで実現したブレッカーブラザーズのアルバム、ヘビメタルビバップを再現した日本公演3日間から、厳選収録したライブ音源が元になっている。同年8月から9月にかけて、アメリカツアー2016、アンイブニングウィズ・テリー・ボツヨを開催、10月に、 テリー・ボジオの公式 Facebook にてビッグドラムセットの360パノラマビューが公開された。2017年、これまでリリースされていない新しい楽曲が本人のオフィシャルサイトで公開された。9月、ランディ・ブレッカー、アダ・ロバッティ、バリー・フィナティ、ニール・ジェイソンと共に、ブレッカー・ブラザーズ、名版、ヘビメタビバップの興奮と感動の白熱ライブをコットンクラブ東京、 ブルーノート東京で開催。テリーがコットンクラブブルーノートで演奏するのは今回が初めて10月 -11 月1ヶ月半にわたるソロでのヨーロッパツアーを行う。この年ブラックページアイコンスネアドラムが DW ドラムワークショップから発表された。フランクザッパによる楽曲ブラックページをモチーフにその楽曲プレイする唯一無二の存在であり。 世界一の点数のドラムキットで異次元のドラムをプレイし続けるテリー・ボジオをフィーチャーしたアイコンスネアドラム。全世界限定250台のスネアドラムにはボジオ直筆のサインの入った DW ドラムヘッドが装備され認定証も付属されている。世界で二人のみ、ミチェル・ウィークハウトと枝川、ミチ高校。特にたった一人でこの巨大なセットを2時間弱で セットアップに成功した枝川の仕事ぶりを大いに気に入りできることなら専属で雇いたいと語っている。非常に多くのタム、バスドラム、シンバルを備えたドラムセットがトレードマークとなっている。タムやバスドラムには細かい音程を表現するためのチューニングが施され、さらにグロッケンシュピール等のパーカッションやペダルで操作するメタルパーカッション等も備えられている。 フランクザッパバンド在籍時は、グレッチ社、UK 時代は、スリンガーランド社、ミッシングパーソンズ時代からジェフベック時代は、レモ社、そしてメイペックス社、現在は DW 社と時代や追求する音楽によって使用するドラムメーカーも変化している。ドラムセット、DW 社、ハードウェア、DW 社9000シリーズシンバルは、セイビアンのシグネチャーモデルラジア、かつては、 パイステのシンバルを使用していた。スティックは、プロ MARK の奥製、テリー・ボジオモデルを使用した後、ビッグファースからリリースされているヒッコリー製のテリー・ボジオモデルを使用、マッチドグリップで握る。ドラムヘッドは、デモを使用した後、アタックの TV シグネーチャーモデルを使用、ボジオのドラムセット。ありがとうございます。